上川町は、北海道上川地方中部、上川郡にある町。大雪山のうちの一つ黒岳への登山口には、北海道有数の温泉街である、草雲郷温泉がある。大雪高原温泉の秋の紅葉は、日本一の紅葉として知られ、紅葉時期には交通規制がなされるほど混雑する。ラーメン日本一の町として、上川ラーメンにも力を入れている。 北の森ガーデンには道内でも数少ない熊牧場がある。欠片の気候区分において阿寒帯出潤気候となっている。また、降雪量が非常に多く特別豪雪地帯に指定されている。大正10年に愛別村から分村する際、石狩川の上流であることから村名を上川と名付けた。なお、この土地がアイヌの人々に、 ペニウングルコタンと呼ばれたことからついたナル説は偶然の結果であり、上川の提案者本人によって否定されている。アンガス種という肉用牛の一種の飼育、酪農を中心とする畜産や畑作農業を中心としている。大雪山系の森林地帯での林業や、大雪山系から輸出する豊富で冷涼な湧き水を利用したニジマスなどの淡水魚の養殖も盛んである。 特にニジマスの養殖は近年まで年間の生産量、生産金額ともに道南一の地位を保ち続け、草雲峡温泉の宿泊施設での料理用や甘露煮などの土産物の加工食品用などに生産されている。さらに草雲峡温泉や大雪山国立公園などの有名な観光地を抱えることから各種観光産業も盛んである。 立地企業総運教郵便局総運協駐在所総運協出張所2015年国勢調査によれば以下の集落は調査時点で人口零人の消滅集落となっている2002年度より北海道立高校の北海道上川高等学校と上川町立中学校の上川中学校は連携型中高一貫教育実施校として北海道で 初めて指定されている。2013年公開の日本映画、許されざる者の,のメインロケ地に選ばれ、2012年10月上旬から11月下旬にかけて町内に設営されたオープンセットでの撮影が行われた。ありがとうございます。